候変動によって起こる災害の兆候を早い段階で察知するため、日本の観測衛星が撮影した解像度の高い地球の画像が中南米の各国に提供されることになりました。世界銀行本部で行われた調印式には、宇宙航空研究開発機構の堀川理事らが出席し、世界銀行が中南米の各国で進めている気候変動プロジェクトに日本の観測技術衛星大地が撮影する画像を提供していくことについて覚書が交わされました。大地から送られてくる解像度の高い画像によって、ボリビアやペルーなどで氷河が急速に溶けて後退していく様子や、カリブ海沿岸の生態系の状況などがより詳しくわかるようになります。中南米各国が災害の兆候を早い段階で察知し、対策を講じる手助けになると期待されています。また今回の調印では、画像の解析などの専門技術を各国の研究者に指導していくことについても決まりました。